こんにちは、フィーフィーです。今日はスパイ防止法の話をしたいと思います。まあね、ズバリなんで日本にはスパイ防止法がないのと。まずね、3月31日にこんなニュースがあったんです。京都大学で iPS 細胞研究所の機密書類を無断でスキャンしたなどして、研究所の50代の女性非常勤職員が解雇されたんですよね。で、この女性っていうのは研究室で、書類申請などの事務を担当していた人なんですけど、平成29年以降、教授が不在の隙に機密書類をスキャンしたりとか、あとこれを自身のハードディスクに保存したとか、まあその他ね、この女性は教授宛てのメールなんかも無断で閲覧していたんですね。で、まずどう発覚したか。で、教授がパソコンの画面などが変わっていることを不審に思って、室内に防犯カメラを設置したんです。で、そこで発覚した。女性はこの教授の、部屋にカメラを設置したりだとか、メールの文章をね、大量に印刷したなんていう疑惑もあるんですけれども、この事実を否認はしているんですけれども、京大は今後、刑事告訴などを、検討しているそうです。これにはネットでね、処分が甘いんじゃないか、まあ解雇だけなのでね、甘いんじゃないか、他の大学とか研究所でもこういったことっていうのはもう起きているんじゃないですかとか、またね、これっていうのはそもそもスパイなんじゃないって、こういった意見が溢れたんです。実は最近もね、スパイといえばですよ、ソフトバンクの元社員が在日ロシア通商代表部の元職員に機密情報を渡していたとして、不正競争防止法違反容疑で逮捕されているんですよね。これ今年に入ってからの事件かな。で、ロシア側からこれね、偶然を装って実は計画的に近づいていって、接待したりだとか、あとは現金を提供したりなんかして、情報を要求していたと。で、これっていうのは、いわゆる産業スパイですよね。日本のこう最先端技術を狙った、まあね、典型的な、要はハニトラみたいなもんで、こう、コンピューターとかパソコン、要はそういうものをネットとか使わずに、こう、近づいていって、こう、情報を聞き出すという、いわゆる古典的なスパイ活動なんですけれども、ここで困ったことに、日本は、こういったスパイ活動そのものを摘発する法律がないんですね。このため、日本っていうのはね、海外からもスパイ天国だと言われているんです。どの国もこう安全保障を脅かす、また国益を損なうようなスパイ活動に対しては厳罰をこう設けているんですけれども、日本にはこのスパイ罪っていうものがないんです。実はこれ日本だけなんですよね。スパイをこうね、なんていうの、調査するためっていうのはある程度のプライバシーっていうのがどうしてもこう侵害というか仕方ないですよね。要は、尾行してったりとか、書類だとかを調べたりしなきゃいけないってことも、その疑われる人に対してでしょ、あるんです。ただ、これっていうのは国際法で、国家機密や防衛機密を守り、他国によるスパイ活動を防ぐ自衛権の行使として認められた権利なわけです。だから、仕方ないんです。その調査っていうのは行ってもいいですよというふうに、こう、守られた権利なわけですよね。それでスパイ行為を取り締まっているんです、世界っていうのは。で、世界どの国でも行っているこれ法整備なんですけれども、この対策はね、もう本当に世界の、もう全世界の基本的なことなわけです。で、もちろんね、日本っていうのはじゃあどうなのかっていうと、日本にも公安とか警察とかがね、特にこう北朝鮮だとかロシア、中国などの対日スパイ工作の防止には当たってはいるんです。ただ、怪しいなと思った人を、要はそういう怪しい行動を取った場合、誰かの、要はオフィスに無断で入ったとかね、いろいろあるじゃないですか。なんか勝手に、例えば書類を持ってっちゃったとか、そういった場合っていうのは逮捕とか起訴はするんですけれども、せいぜい1年の懲役。しかも、執行猶予がついても、まあさらには裁判後に、まあ、帰国できるような、出国できてしまうと。つまり、極めて軽い刑罰で済んでしまうと。そもそもちゃんとしたね、私は思うんです。スパイ法があれば、要は昔からこういうね、公安っていうのは動いてますよ。そうしたらやっぱり北朝鮮っていうのは、この、昔からここがなくて、反日なわけですから、いろいろなこの目を光らせて、公安っていうのも動いたりして調査をしていたと。そうすると、マークしてる人間もいたわけですよ。こんなことね、例えば拉致事件なんていうのも、
そのある程度防げたんじゃないかとも言われているわけですね。だからその厳罰を伴う法律なんかがあればある程度抑止力として働いて、ああいったね大きなその要は拉致事件みたいなことも起こらなかったかもしれないと、まあ、そこまで言えるんじゃないでしょうか。で他の国はね、これはまあスパイ活動ってすごく重くて、そんな軽いものじゃ済まされない、死刑になるほどの、まあ、重大な犯罪なわけですけれども、日本はスパイ防止法がないので、さっきもね、そのソフトバンクの話しましたよね、ああいったのも、不正競争防止法違反とか、そういったものだったりするわけじゃないですか。だから、こう怪しい動きしたなっていう、例えば外国の人がいた、マークして捕まえたとしても、その、出入国管理法だったり、外国為替管理法だったり、旅券法だったり、ほら、パスポートをさ、偽造したとか、あとは外国人登録法だったり、それこそ書類をただ盗んだだけだから、まあ、窃盗法。あとは不法侵入ね、建物侵入なの。こういったものの、要は軽いもので取り締まるだけなんですよ。だからそれぞれの法律で処理されてしまうので、刑が軽くなってしまうと。だから一般刑法だけで取り締まるっていうことは、まあ、事実上、スパイにとってはまさに野放し状態。もう本当にスパイ天国です。アメリカはね、CIA、FBI、ありますよね。ロシアだったら KGB、イスラエルだったらモサド。それぞれの国にはスパイ活動を調査する機関があるんです。例えば、そのね、スパイ罪に問われた場合、最高刑だと、アメリカ死刑、ロシアも死刑、中国も死刑、北朝鮮も死刑。他のね、欧米なんかも私見ましたけど、結構重いんです。日本は最先端の技術っていうものがあって、世界中の情報がね、集まる、集中している情報大国であるにもかかわらず、スパイ活動がやり放題で、しかも捕まっても、まあ、この重刑、重い刑に課せられない。まさにスパイ天国というわけです。実はね、昭和60年に、自民党議員らがもうこの時代にですよ、スパイ防止法案っていうのを議員立法で提出したっていうこともあるんですね。しかし、この時野党側の強い反発で破棄になってしまったっていうこともあるんです。ただね、こういうのってたびたびこのスパイ防止法なんとかしましょうよっていうのが、こう議論されるじゃないですか。本気でこれを通そうと思えば、与党っていうのも通したい案件ってこれまで通してきてますよね。私の感触というか、まあ、皆さんもちょっと疑問というか、そこがなんか要は不可能じゃないわけです、本気で通そうと思えば。だからこれって与党が本気で通そうとしてるのと、憲法改正の件もそうですけど、こういったことにはある程度なんか国民が不信感を持ってしまうなと。与野党関係なく通るべきような、通さなきゃいけないべき案件がこう通らないっていうのは、何かこう野党が反対するからっていうのが盾にされてないかなと私もちょっと思うわけですね。そしてね、これ平成25年、何も動かなかったわけではないんですけど、平成25年には特定秘密保護法っていうものが成立したんです。ただね、実はこれもスパイ活動そのものを取り締まるものではないんですね、正確に言えば。じゃあどういうものかっていうと、安全保障に関してのその特定の秘密、こういったものを漏洩した場合に、罰すると。むしろこれってなんかこう、日本の人が、国内の人がどこかの人にこう、漏洩しちゃった場合だから、そっちの漏洩した側が罰せられるって、まあそっちの方なんですよね。どっちかというと、スパイが裁かれるんじゃなくて、漏洩した側だなって、そこに止まってるような、そんな感じでしょうね。で、ソフトバンクのね、スパイ行為で逮捕された時もそう、さっきも言いましたけど、不正競争防止法違反というね、これ、本来市場を、における不正な、まあ、競争を、担保するための法律、これが適用されたじゃないですか。こういったね、要は、なんていうのかな、ちゃんとしたスパイ防止法がないがために、要するに、個々の法律で処理するしか今のところない。これは、やっぱり抑止力になってないなと、つくづく思うわけです。私、あと、すごく気になっていることなんですけど、他の国じゃなかなかありえない。例えばですよ、自衛隊の外国人妻問題。非常に自衛隊の中で外国人の方とこう結婚される方多いんです。これってね、やっぱりこう、人権もあるから、なかなかこれを問題視できないんですけど、海外というのはここ厳しいんですよ。例えば、中国人妻とか結構多いらしいんですけど、中国の要は政府のスタンスと、日本の政府のスタンスって、必ずしもこう、なんか、友好な関係じゃない国じゃないですか。こういったのはどうなんだっていうね。これはもう少しなんかこう、なんとかしなきゃいけない問題っていうか課題なんじゃないかなと思うのと、あとね、自衛隊の周辺、こういった土地の基地のね、周辺を
こう外国人が買えるんです。自由に買えるっていうのも日本はちょっと緩いんじゃないかなと。これも結構海外ではきっちり取り締まる国多いですから、まあこれにね異を唱えれば、さっきも言ったけれども、人権盾にやっぱり反発する議員さんたち少なくないわけですよね。ただまあさっきも言ったように、警察とか公安がこれらに対しては個別に、まあ、活動はしている。ただこういったものでこうマークしたり、おかしいなと言って把握はしているにもかかわらず、取り締まることが現状この法律がない。まあ日本もね、国防の観点からこのなんかこれらのスパイ防止活動っていうものを統括する協力的な、まあ情報機関、さっきも言った FBI とか KGB だとか、それこそモサドみたいな、ああいったものを作る必要が私はあると思うわけです。ただそのためにはスパイ防止法がなければこういった機関は作られないので、このスパイ防止法っていうのはそのためにも必要なわけですよね。いつまでも日本が海外から見てスパイ天国だと、このままで良いのでしょうかと、国家として。まあ反対している議員は、日本の国防とか国益をないがしろにせず、こういった問題に向き合うべきなんです。それが国民の安心した生活と、そして未来につながることを私たちも自覚して、それらを受け入れて、それこそ訴えていく必要はあるのかもしれないと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。コメント欄にどんどんご意見を寄せください。そしてフィフィチャンネル登録お願いします。